よろしくお願いします。アクションスタイルとは、私たち覆面トレーナーが、まあ、今までになかったアクションという特殊な技術を使って、まあ、唯一無二の、トレーニング史上初だと思うんですけども、アクションを使ったトレーニングっていうのを提唱しております。そうですね、アクションっていうのは知らない人が結構多いと思うんですけれども、まあ、簡単に説明すると、まあ、アクション映画とかアクションシーンという言葉は聞いたことがあると思うんですけれども、戦っているように、見せる技術のことをアクションと言います。僕らのアクションクロストレーニングというのは、基本的にはもう自分自身の体を使ったトレーニングになりますので、簡単に言うと、例えば筋トレ、例えば二の腕の筋トレをしようとしたら、この二の腕の部分に、効かせるっていうんですけれども、二の腕の部分だけを意識してトレーニングをする、そういったトレーニングが今主流なんですけれども、アクションの場合は、パンチをしたりキックをしたりジャンプしたり避けたりとか、そういった体をですね、全身を連動させた動きになりますので、その部位だけではなくて、いろんな部位、全身を連動させた筋肉をつけるというところが、他のトレーニングとは違うところですね。そうですね、あとは他のトレーニングって、トレーナーさんは教えることだけで終わると思うんですけれども、アクションの場合は基本的には2人1組だったり、戦うシーンって1人で戦っているところってなかなかなくて、2人で戦ってたり2対1で戦ってたり、あとは大人数で戦ってたりとか、そういうことが多いと思うんですけど、基本的には1人でやるというよりは2人以上でやることが多いので、お客様と一緒になってトレーナーも動くので、なんかこう楽しみながらトレーナーと一緒にやっていけるところが結構魅力かなと思ってます。はい、まあ基本的にはアクションというのは、格闘技とこう似たような感じで、似たような印象を受けると思うんですけれども、結構違くて、まあアクションっていうと喧嘩のシーンだったり、まあ戦ってるシーンっていうのが主なので、まあ、パンチしたりキックしたりするっていうのが結構イメージにあって、それってじゃあボクシングとかキックボクシングと一緒なのってこう聞かれることがあるんですが、基本的にはボクシング格闘技とかは倒すための技術であって、アクションというのは見せる技術なので、大きな違いっていうのは、格闘技は早く攻撃を出すことがメイン、アクションは見てる人に今自分が何をしているのかということを大きく表現することが大事なんですね。なのでエクササイズ効果としてはアクションの方が高いんですよ。なぜならば、大きく見せるために体を大きく使わなければいけないし、オーバーに動かなきゃいけないので、その動きがエクササイズ効果につながっていくというのがアクションクロストレーニングです。なので、効果としましては、まあ、ダイエット効果と、まあ、筋肉をつける効果、そのお客様の目的に応じて内容は変えるんですけれども、どちらも効果が高いです。あとは、例えばですね、こう手をこう伸ばすのにしても、何も意識せず伸ばすのとピンと伸ばすので全然違うんですね。アクションの場合は見せる動きなので、しっかり手の先までパンと意識させる、こういうことができるようになってくると、自分の体を自由にコントロールできるようになるので、例えば背筋をピンと伸ばすとか、足をきれいに出す、指先まで伸ばして出す、歩き方がきれいになったり仕草がきれいになったり、そういった効果が、生まれてくるので、自分の体をしっかり意識して自分で考えた動きができる、そういった能力もついてくるっていうのが、他のトレーニングと大きく違ったアクションの魅力だと思います。僕らが提唱しているのは、スタイリッシュでスマートな体なので、どっちかというと筋肉ムキムキでっていうよりは、スマートでシュッとしていて、歩き方が綺麗だったり仕草が綺麗、まあ、そういったスタイルが魅力的だっていうことを僕らは
提唱してますし、ただ痩せたいだけではなくて体重を落としたいとかそういうことじゃなくて、スタイリッシュにスマートなスタイルになりたい、まあ、そういう人にまあぴったりなトレーニング内容になってるかと思います。はい、本当に一人一人トレーニング内容が違うので、どれを説明したらいいのかなっていうのがあるんですけど、本当にアクションってもう何百種類も技があるし、避け方もいろいろあれば攻撃もいろいろあるし、あとは受けとかジャンプの仕方、しゃがみ方もいっぱいあるので、基本的には初回のカウンセリングの時にこの方にはどのトレーニングが必要かなっていうのを何百種類の中から引き出しを持ってきて、それを組み合わせて作るっていう手法に、なってます。まあ簡単に説明すると、体操して柔軟して、まあアクションは足を上げたり蹴ったりとかするので、しっかり柔軟をして足も開くようにもちろんなりますし、今硬い方でも3ヶ月柔軟をすれば、トレーナーと一緒に柔軟をすれば必ず柔らかくなります。柔らかくなるし足もしっかり上がるようになりますので、そのための柔軟をしたり、まあ、あとはステップもよくやりますね。ステップをするとお腹が締まるようになって、あと自分の体重が重心で下に落ちていくのを支えながらジャンプすることによって歩き方が綺麗になるっていう効果もあります。あともちろんパンチ、キックも取り入れるし、まあ、最後には大体ミットを取り入れて、やっぱりミットっていうのはね、人をこうパンチすることってないじゃないですか。なのでそういう対象物をねパンチして当たって、しかも綺麗な姿勢でできる、それっていうのはパンチするストレス発散にもなるし、それが綺麗にできた時、いい音が鳴った時にやっぱり喜びがすごい感じられるので、結構最後ミットをやるようにしてますね。はい、ほんとちょっといっぱい種類があるので全て説明するっていうのはちょっと難しいんですけど、本当に人それぞれ違うと思います。なのでアクションスタイルとアクションクロストレーニングをやったっていうお客様の中でも、え、そんなんやったのとか、え、そんなトレーニングあったんだっていうのが本当にいっぱいあると思います。はい、僕の夢はやっぱり今アクションって言っても日本の方は知らない人が多いと思うんですね。で逆に、ま、海外ではアクション映画っていうのは結構主流なので、日本の方にもっとアクションというものを、これをきっかけに知っていただいて、でアクションが今流行っているトレーニングよりももっと効果が出せるんだ、もっと楽しく自分の理想の体でなれるんだっていうことをもっと日本の方皆さんに知っていただいて、で将来的には僕らはワンをですね、コンセプトとした覆面トレーナーっていうのをやってるので、実際海外になんかこれ分かんないですけど、襖を開けたら畳でそこがスタジオみたいな、ワンのトレーニングスタジオ、アクションスタイルのスタジオを海外に出して、外国の方にも日本人が作ったアクションクロストレーニングっていうのがあるっていうことを知ってもらえたらなっていうのが、まあ僕の夢ですね。はい、まあ、その先の夢というか、とにかく僕の野望というか、一番の夢が日本人のトレーナーが海外に出るっていうことが一番の目標なので、まずはそこを達成して、そこを達成した先にどんな景色が見えるのかっていうのはちょっと僕もまだ全然未知だし、まだ日本人で未知な世界だと思うので、その日本人で最初のそういう人物になれればいいなって思ってます。ありがとうございました。失礼いたします。